ステーションがあるんで、ちょっと待って、ウォーターステーションでお水、これを押して飲料水、ここドリンキングウォーター、はい、こんな感じです。あんまり冷たくないの、はい、すみません、はい、どうも、おいしそう。トムヤムくん、ジャ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 、はい、ミニトムヤムくんめちゃめちゃ美味しそうです。はい、それではね、ジャスミンタイさんの東京スカイツリー店さんの、ミニトムヤムくんこれから食べていきたいと思います。本当ね、中身に上にパクチーが乗ってて、あ、見て見て、しめじが入ってて、あとエビも入ってます。あ、エビが2つ、あ、これヌードルってわけではなくってスープみたい。あー、そうなんだ。これね、辛いもん好きな人にはたまんないかも。すごい美味しい。それでパクチーが入ってるんだけど、パクチーの匂い気になんないね。うん、美味しい。あっち、ごめん、ちょっと髪の毛。うっとうしいんで少し切っちゃおう。言っちゃうね、ボソボソだね、ごめんね。ごめん、これさ、トムヤムクンヌードルって感じがした。うん、おいしい。なんかね、ご飯が欲しくなる。ご飯、なんかあのヌードルっていうよりは、ごめん、あのこのまんまご飯この中に入れて食べたくなる。すごい美味しい。うん、あのかなり味が濃厚で、すごいしっかりしてる。酸味もしっかりしてて美味しい。やばい、おいしい、これ。こんな感じ。それでね、さらっとする。
リンブリン。ちょっと噛み応えがあるっていうか、美味しい。ね、ご飯が欲しい。うまっ。これでインド、パクチーすごい苦手なんだけど、入ってても気にならない、食べれないけど、ほら、なんかさ、おにぎりと一緒に食べたいから、なんかフォー入れてもいいし、お汁ご飯食べてもいいし、なんかおにぎりと食べてもらえそう。うん、酸味がねしっかりしてて、甘さもちょうどいいね。おいしい、もう最高。じゃあね、トムヤムクン、ミニトムヤムクンもすごい美味しかったです。ぜひね、ジャスミンタイさん、トムヤムクン食べたくなったらぜひ出してみてください。このね、スープすっごい美味しいので、おすすめです。じゃあね、マジ美味しかった。